ピエール・アレク・シスペソノは、フランス・ベレー出身で短距離走が、専門の陸上競技選手。2012年ロンドンオリンピック男子400メートル、リレーの銅メダリストである。2010年7から8月、ヨーロッパ選手権の男子400メートルリレーに、出場し、予選と決勝で3走を務めた。ジミー・ビコ、クリストフルメートル、 ペソのマルシャルム・バンジョクのオーダーで臨んだ決勝では38秒11をマークし、イタリアやドイツを破っての金メダル獲得に貢献した。2012年8月、ロンドンオリンピックの男子400メートルリレーに出場し、予選と決勝で3走を務めた。決勝では38秒16をマークしての4位に貢献したが、大会から3年が経った2015年、 銀メダルを獲得したアメリカチームのメダルが剥奪され、フランスの順位は3位に繰り上がり銅メダルを獲得した。2015年3月、世界リレーの男子400メートルと4200メートルに出場。400メートルは予選と決勝で3層を務めると、決勝では38秒81をマークしての5位に貢献し、2016年リオデジャネイロオリンピックの 出場権を獲得した。4200メートルでも予選と決勝で3層を務めると、テディ・ティンマール、クリストフルメートル、ペソのベン・ベイソーのオーダーで臨んだ決勝はジャマイカには、敗れたが1分21秒49をマークしての銀メダル獲得に貢献した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。ありがとうございます。